うるさい男がわめくな見苦しいどんな苦しみにも黙って耐えろお前が男なら男に生まれたならお前の血肉に叩き込めっともっともっとどこだけ先に教えてくれた全ての極意を決して忘れることなどないように 《の髄また叩き込むんだ!》甘いかまど炭治郎あのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけた幾千幾万と刀を打ち込み腕が悲鳴を上げてもなお。 刀を振り続けた俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきたお前は強くなった今俺に真剣を握らせていることが何よりの証今宵こそ仕上げの時未だ奥底に眠る覚悟を奮い立たせろ技を感覚を研ぎ澄ませろ はい、ほうやせ<っ>いだのかやるないい動きだやるようになったそうだそれでいい見事だそう来なくてはなサイ、うん、さ,さあお前の力を見せてみろ容易に隙を作るな俺が鬼なら。 お前はもう何度も死んでいるぞどれほど鍛えたかもうすぐ結果が出る地に這いつくばって倒れるかそれとも俺を超えるかお前はどっちだ決着をつけるぞ炭治郎来るな,ならば全集中水の呼吸死の肩 いや違う炭治郎の方が。 すべて出し切るぞ水の呼吸そのお方進む以外の道などない牛ーうまいやるなマコモ動きの速さは天下一品だ俺たちは負けないもう誰にも その程度か努力は、どれだけしても足りないんだよ。呪い、弱い、未熟。もう終わりなのか、それが限界か。うるさい呪い、弱い、未熟。そんなものは男ではない。 いつまで地面に尻をついているのか構えもせずに <laughs> 心の底から安心しろ。俺はお前より強い。岩を切ってるからな。お前は何も身にッけてない。何も自分のものにしていない。 進め男なら男に生まれたなら進む以外の道などない半年でやっと男の顔になったな努力はどれだけしても足りないんだよ負けるかもしれないし勝つかもしれない ただそこには一つの事実があるのみ。